またつまずいて転がって、それでも砕けない。魂の色は何色ですか？ただ傷ついて強がって、それでも見つけたいよ。魂の形確かめてるよ。ということで皆さん、新章でーす。来ましたよ、新章。イエーイ。どうですか？早速ちょっと頭を見せてしまっているのですが、ちょっとこのチャンネル登録してよ。めちゃめちゃ緊張しちゃった。どうでしょうか、どうでしょうか。ほうほうほう、なんかめちゃめちゃ緊張してんだけど、小さくなれます。あ、やべえ、お前下半身をどこやった。よいしょ。あいよ、いかがでしょうか、いかがですか。皆様、可愛くありませんか。とっても可愛くないですか。んでね、んでね、私ずっと欲しかったもんがあって、それをね、今回ね、ちょっと取りに行きます。メガネ、メガネです。ふーん、マイクに当たっちゃった。ふーん、どうかな、可愛くないか。めちゃめちゃ可愛くない。んでね、今はね、メガネをね、吹っ飛ばしたんだよ、みんな。今のはね、メガネを吹っ飛ばしたんだよ。でね、はい。あ！なんと！脱げちゃうんだな、これが。脱げちゃうんだな、これが。じゃんじゃがじゃん。で、この度の、衣装のテーマなんですけど、手嶋先生に、伝えさせていただくときに、私服にもなりそうだし、新しいアイドル衣装にもなりそうな衣装にしてほしいなーなんて、お伝えさせていただきまして、ポンでこんな感じになりました。どうかな？揺れてないぞ、何が？髪揺れてるじゃん。え？何？え？揺れてるじゃん。え？可愛いでしょ？今回も、手嶋先生にお仕立てしていただきまして、最初に私が、こんな感じがいいなぁ、なんか、ジャケット着てて、おい、ジャケットめっちゃオシャレじゃん、ほら、だって。ジャケットが超オシャレじゃん。私服にもなりそうで、新しいアイドル衣装にもなりそうな、ものーって、言ったの。あ、ここ見て、ほら、なんか、スピア、コメット、つって。なんかね、今回、手嶋先生に、こんな感じになりましたってデザインいただいたときに、前回みたいに私はちょっと、もうちょっとこんな感じがいいなー、みたいな、書き加えを、させていただいたんですよ。でね、その時にスイちゃんが、なんかこんなベルトがあるとかっこいいな、みたいな、これね、こんなベルトがあるとかかっこいいな、みたいな感じで、書き足した時のスイちゃんはここに書いてたのは、今日も可愛いだった。スイちゃんは今日も可愛いって書いてた。でもそこは、手嶋先生の、おしゃれセンスで、おしゃれにしてくれた。ありがとうございます。足元からね、じゃあ順を追ってアップで見ていきましょうよ。靴がもう可愛いでしょ？ほら。靴がもうね、可愛いのよ。靴がもうすでに可愛くて、で、スイちゃんカラータイツが好きなんですよ。だから、カラータイツ、を履きたいなと思って、このオレンジ色のカラータイツ、ちょっと、付け足してみました。膝小僧どうですか？どうですか？今回ね、オレンジ色なんですよ、ネイルが。で、なんか結構ね、オレンジを基調として、
オレンジとこの緑というか青、浅葱色というかみたいなやつも、あ、ほら、揺れ、チャックがね、揺れておりますのよ。チャックが揺れ揺れしておりますのよ。このチャ、丸デカチャックめちゃめちゃかっこよくないですか？タイツ、そう、タイツと合わせた感じ。タイツがオレンジ色になったから、なんか、今までって青々しかったからさ、青々しいってなんだ？ま、青々しさを失わず、オレンジ色を混ぜてみましたみたいな、そういう。あー、私の可愛い顔です。あー、で、ピアスよ。ピアス。どう？ピアス。かわいい。かわいい？ピアス。あはは。ピアスです。このね、ピアスが欲しいですもんね。なんか私が、根島先生にお願いして、で、その時私はピアスが欲しいですしか言ってなかったんだけど、そしたらね、こんなかわいいのつけてくれたの。やばくない？頭の方まで見て、頭。リボン。サイドテール、あ、そう、髪の毛みんな、そう、忘れてた。私髪の毛染めたんです。私髪の毛染めました。見てください。そうなんです。ちょっとインナーカラーを入れてみました。このね、インナーカラーも何色にするか、割と悩んだんだけど、なんか黄色かな、ピンク、オレンジ、緑みたいな、割と悩んだんだけど、ちょっと、アッシュめなね、アッシュめな感じで行ってみましたけれども、いかがでしょうか？いや、めっちゃ良くない？めっちゃ良くない？本当になんか、幸せー今という状況がもう超幸せー。ありがとうございます。本当に先生、本当にいつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。もう先生しかいない。かわいい。撮影してね、みんな。わー。でしょ？あ、楽しい。楽しい。今、人生が幸せ。もうね、ずっと新衣装欲しかったの。ずっと新衣装欲しかったの。もうこれでゲーム配信とかできる日がもうなんか今から想像してすごい嬉しい。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。本当に楽しかった。超嬉しい。お衣装を仕立ててくれた手島先生ありがとう。はい、ということで、本日はこの辺で、退散させていただきたいと思います。退散ではおつまー。 See you again, have a nice day。 わお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 、配信たくさんしちゃおう。